私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、松本潤がカネスマで明かした活動休止の経緯とファンへの思い。そうだったのね。改めて涙が出てきました。ファンにとっては新たな事実に衝撃が走ったようだ。2020年12月末に活動を休止したジャニーズ事務所の人気グループ嵐の松本潤、38、が、14日放送の TBSK 中居正広の金曜日のスマイルたちへ SP に出演。嵐が活動休止に至った経緯を明かしつつ、メンバーだった大野智、41、への思いを語った。番組 MC の中居正広、49、から活動休止ってことは再開もある。と問われた松本は、可能性としてはと苦笑い。続けてでも、ドライな言い方かもしれないですけども、確約はないという状態ですかねと交わしていたが、嵐ファンが注目したのが、活動休止のきっかけとなったとされる大野について振り返った時だった。最初、大野が抜けたい自分は脱退して仕事自体を辞めたいという話を言って、それだったらグループを4人で続けるというのは、僕らは感覚的にないというグループなので、だったら終わりかなと思って。事務所の先輩でもある中居の質問に対し、一つ一つの言葉を慎重に選びながら語った松本。活動再開を望む嵐ファンのことを考え、活動休止後も大野を除く4人で並ぶことを極力避けてきたという言葉に、ネット上にはファンと見られる投稿が殺到。祭り状態となった。当時はなんでだよ大野くんって号泣してたけど、改めて聞くと辞めたいのは芸能界のお仕事で、嵐は大切な存在だからこそ、活動休止という形になったんだろうなって思った。それぞれが互いに相手を思いやり、その結果が活動休止という選択だったんだね。今でも嵐はつながっていると確信した。大野君がまだジャニーズに所属しているということはいつか再会という希望が持てる。活動再開もそう遠くないかもしれない。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。